皆さんこんにちは、プリマの山田です。今日はマット君のブラッシングをしてみたいと思います。よろしくね。これはワンちゃんの毛を溶かすためのブラッシングの道具、スリッカーです。ブラッシング入れたところ、入れてないところ、首見ればわかるかな。汚れてますね。汚れてますね。だってね、これね、おしっこで。では続いてマット君のシャンプーをしていきたいと思います。はい、およってほしい。まずは濡らしていきます。心臓から遠いお尻から濡らしていきます。マット君は毛が長いので濡らす時もゴシゴシせず上から流しながら毛並みに沿って濡らしていきます。しっかり地肌まで浸透していくように濡らしていきます。で、顔はシャワーの強さをちょっと弱めてやっていきたいと思います。よいしょ。よいしょ、リコさん。ワンちゃんの鼻に入らないように注意をしながら濡らしていきます。ではここからシャンプーをしていきたいと思います。シャンプーは直接ワンちゃんの体にかけるのではなく、こういったボウルに泡を作って使っていきたいと思います。ね、泡をつけて地肌を洗うように洗っていきます。お散歩してよく汚れる足先は足裏から指の間しっかり洗ってあげます。気持ちいいですか、マット君。よいしょ。よし、顔いきます。よいしょ。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。よいしょ。よし、OK。流していきます。
今度は蛇口を使った方法もお見せしようかなと思います。この時も目に入らないように注意をしながら流していきます。この子はあの水道の蛇口を使ってもお利口さんなので音も大丈夫なので強めで言っても大丈夫ですが、慣れてない子はちっちゃい音からやっていくといいです。